先輩、なんで先輩そんなにミス多いんですか？てかミスどころじゃないですよ。いや、だって一緒に出張するって言ってんのに、なんで部屋一人分しか取ってないんですかね？いや、私言いましたよね、私がやるって。そしたら先輩が、いいよ、俺がやるから手出すなって言ったんじゃないですか。結果がこれですか？ 本当何してんですか？いや、もういい加減にしてほしいんですけど。 ごめんじゃないですよ、本当に。でもホテルも満室だし、もう任すんじゃなかった。 いや、誰でも怒れてきますって、そんなの。逆にどうなんですか？私がもし同じことしたら。いや、普通2部屋取りますよね。ああ、いや、もう嫌なんですけど、先輩と一緒なの。あれだったら外で寝てきてもいいですよ。 いや、だって今回は先輩のせいだし。コート貸しましょうか？ ああ、ごめんなさい。はい。いや、だって普通に一緒の部屋泊まるんですよね。あ、もうすごい嫌だ。 何、わざとですか？いや、違う違うって言っても、なんかわざとにしか見えないんですけど。本当は私と一緒の部屋が良かったとか。 まさかそんな気持ち悪いこと考えてないですよね。もしかして考えたんですか？もう考えてたとしたら、もう気持ちが悪いんですけど。 あ、嘘ですって。まあ、今回は許します。今回もですね。はい。どんだけ先輩のミスカバーしてると思ってるんですか、私が。まあ、そんな先輩を見て私は成長するんで、私のためにはなってますよ。いや、だって、こうはなりたくないって思うんで。先輩って落ち込むと口尖らせますよね。 いや、それが面白くて。 そこが可愛いなと思っていつも見てますよ。それにしても、ベッド一つしかないんですけど、どうするんですか？床で寝ます？先輩。床で寝てくれていいですよ。私ベッドがいいですもん、だって。布団がないと寝れないんで。もうそこは男らしく先輩地べたで寝てくださいよ。それはないって、なんでですか？いいじゃないですか、別に。はあ、しょうがないですね、ほんと。私と一緒に寝たいんですか、もしかして。え、耳真っ赤ですけど、どうしました？え、正直に。正直に言ってくれたら、私も考えてあげますけど。本当はどうなんですか？一緒に寝たいんですか？ 気持ち悪い。
また落ち込んでますね。面白い。めっちゃ落ち込むじゃないですか。いや、もうすごい口尖ってるもん。まあ、正直に言ってくれたから、許しますよ、じゃあ。え、だって、一緒に寝たいんでしょ。うん、じゃあ別に寝てあげますけど。ただ、変なことしようとしたら、命がないと思ってくださいね。そりゃそうですよ。私は容赦しないんで。はい。男だろうが女だろうが関係ないですから。睡眠の目的ですから、ベッドで寝るのは。なんかしようとした瞬間に、先輩は粉々になるかもしれないですよ。だから、わかりました。あくまで睡眠ですからね。じゃあ、寝ますか、そろそろ。ああ、シャワー、そっか。お風呂入ってこないといけないですね。いや、もう私もう眠いんですけど。どこ行くんですか？先輩、行かないでくださいよ。え、もう一緒に寝ましょうよ。もう眠いんですもんだって。いやー、行かないでよ。一緒に寝るんでしょ？先輩は何にもしちゃダメだけど、先輩が可愛くて、私が襲っちゃったらごめんなさい。今、どっか触ろうとしました？いや、しましたよね。触ろうとしましたよね。触りましたね、てか。やっちゃいますよ。ちゃんと、おとなしく寝てくださいね。先輩は何にも手出しちゃダメですから。はい。次なんかしようとしたら、潰しますよ。じゃあ、おやすみなさい。はい。